はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ始めていきましょう。ノルマン民族ということでバイキングということで入江の人ということになるわけなんですが、このキエフ公国、ロシアにあったキエフ公国ですね。でここで要するに、ウラリーミル一世というのがキエフ公国の中から皇帝として、まあ皇帝と言ってあるんですね、ウラリーミル一世が出てくるということですね。でウラリーミル一世はどう考えたかということになるんですが、戦争を回避する方法は武力で相手を制圧するか、政略を使うために頭を使うかのどっちかですね。はい。でウラリーミル一世は、ここでビザンツの皇帝、これ読みにくいですけど、バシレイオス二世ですね。はい、バシレイオス二世、はい、バシレイオス二世の妹アンナと結婚ね。バシレイオス2世は読みにくいんですけど、アンナって普通の話ですね。はい。ウラディーミル1世とアンナが結婚しますということです。で、このポイントなんです。だからロシアキリスト教化して、ギリシア正教と同じ正教会を名乗っているということなんです。で、それはなんでかというとこっちですね。はい、ウラディーミル1世と、ビザンツ帝国皇帝の、バシレイオス2世と。でこれが要するにキリスト教を中心としている、ね、ギリシャ中心にしているという、ギリシャを要するに、ところを持っていると。じゃあこの2つをやってキリスト教化しましたということで、ギリシャ正教になりましたよということになるわけですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。